マゼンタのバトルクラフト。チャンネル登録よろしくね。皆さんこんにちは、マゼンタです。ということで、昨日のバトルの続きになります。ということで、昨日の動画見てない人はそれも見てから来てください。ということで、続きをどうぞ。あ、そうなんだ。今このメンバーなんだ。へえ、すごい。せっかくだからルリちゃんにしてリラにしよう。へえ、面白い。これが今一番強いそうです。はいはいはい。多分ね、支援だと先駆がレベル80だから、あの支援キャラはこうなるんじゃないかなと思います。じゃあいきます。強っやっぱ強いっすね。すごい面白い。いきます。強すぎる結構強いですね。司がやっぱ強いですね。はい、ということでクリアしましたので、はい、受け取ります。ありがとうございます。はい、あげれるかな。あげれます。頑張ってバッテリーいっぱい作ったんですよ。ちょっと待って、ちょっとまだ電球が足りなくなるかも。わー、まあ、ショック。ちょっとあげます。いきます。20個ですね。はいはい。で、あげましたと。もらいます。はい、いただきました。あ、OK です。バトルしてきます。行こう行こう、行きます。条件があると。あー、今回ウキを連れていけないんだ。あ、そっか。え、条件出てる。ウェイヨーは連れていきません。なんかかわいそうなんかかわいそう。あ、ウキを連れていけないってこと、こっちの多分ウキも連れていけないんだよ多分。ほらほらほら、面白い。あ、ちょちょちょ、待って。どうしようかな。右京じゃなければ旋空かな。これね、一番最初のあの期間限定キャラで結構好きなキャラです。ということで、じゃあ行きます。はい、ということで勝ちました。ちょっと結構強かったですね。あの防御の勤労があの倒れた時はびっくりしました。ふわーってなりましたけど、よかった。あ、ここすごい。あ、あの今結構その鉛を作って、あのバッテリーを作ってるので、ここのステージな、嬉しいということで。あ、じゃあ行けるとこまで行きたいと思います。あ、ここはじゃあ浮きを使いますかね。はい、勝ちました。強いなこのキャラ。はい、 OK です。あ、やっとストーリーに進めるのでは。やった、ストーリー行きます。行きます。ちょっと待って、ちゃんと録画してるよね、してるよね確認。すごいんだよ科学。脱獄までできちゃったんだよ。一体どうやって竹の牢を破ったのだ。お、それな、大獣たちの、助太刀だ。差し入れの電池で薬品作ってやったのよ。ん、キュッキュッ、胎児の雑頭でな、気の利く小細工100億パーねえよ。では譲り派か、消去法だとな。ただ譲り派は極秘ミッションで死ぬほど忙しいはずだ。やることほっぽらかして勝手に動くような女じゃねえ。まあいいじゃねえか、助かったんだしよ。おほほー、おかげで可愛い戦車スチームゴリラ号っぽいしないで済んじゃうの。ああ、最終決戦場攻め落とすのに戦車ぶち込めんのはアホほどでっけえぞ。最終決戦場、決戦は奇跡の洞窟争奪戦だ。なぜ洞窟に湧く硝酸がありゃ復活液も作れる、火薬も作れる。つまりその洞窟さえ奪ってしまえば、司帝国はもう戦士を増やせなくなる。さらにこっちは科学の最強兵器ゲットってこと？科学王国、科学、ん？科学帝国になってるな。科学王国かな。司帝国。このゲームの勝利条件はな、敵の殲滅とかじゃねえ。合ってるよね、殲滅で。科学の洞窟を抑えたやつが勝利なんだよ。
となれば科学の洞窟合ってんのかな、調べます。となれば司たちも全兵力を投じてくるぞ、いけんだろう、先空の妖術、科学の武器がありゃよ。でも向こうは100人ぐらいいたんだよ、こちらの戦闘員は十数人余りに、多勢に無勢だ、あまりに多勢に無勢だクククそのために今大樹たちが頑張ってんじゃねえか。おお、あとはメンタリスト様の口先一つだ、ガンガン仲間に引っ込むぞ。おおギリリアンね、うん、偽物リリアン、リリアン・ワインバーグだ。この歌マジモンの、はい、わかんない英語、 All people of Japan Are you listening? 聞いてください、日本の皆さん、いいね、特訓の成果だ、リリアンの微妙な何分分何割まで、100点満点だよ、ゲン惚れちゃうね。アメリカはすでに文明復興してるんです、もう全員助かります。うおーし、声がでかいよ、あんたたちいいかい、司は旧世界の権力を拒絶してるんだ、復活したアメリカ軍と仲良し交流すると思うかい。いや拒絶もクソもねえよ、ああアメリカ復興、もうアメリカ復興してるっつってんだから、どんだけ司が最強でも銃持った連中が来たら終わりじゃねえか。はい、その通りです、ただ私たちアメリカ軍の到着までは多少時間がかかります、司くんの石像破壊だけは早めに止めておきたいところなので、それまでは皆さん制空くんの作戦に従ってくださいね。うおーすごいぞ、リリアン説得大作戦、どんどん仲間が増えていく、あー順調すぎて怖いね、少し人間何年も慣れてきて油断したところが一番危ないからさ。おー来ました、楽しそうだね、はあ、聞かせてほしいな、その電話僕にも。右京、まずい、まずいよ、右京の耳だけは、うわー、つってももう行くしかねえこのままだねー、ガチファンのニッキー先生に満点もらった、俺の本物 VS、 あ、モノマネ VS、 右京ちゃんの聴力で一か八かの勝負、うわードキドキだよねこれね。ワイムアイトーキングトゥーナウどちら様でしょうか、This is this リリアン・ワインバーグ、こちらはリリアン・ワインバーグです。すごいね、本当にリリアンだ、普通なら僕の負けだったかもしれない、ほーえフォーエバー、わかんない、ゼアイズのノービー、わかんない、オンザボイス、でも人間が熱唱した直後のアフターシンギングエンツルグロコ微妙な声の揺らぎがない、ウィスイズハわかんないフォーユートゥーイムティム、すごいな、もうそこは歌えない人には再現不可能かもね、ゲンくそくそ、こんなとこで、あーやっぱりやっぱしリームだった、んちょっと待って、せんこちゃん今なんで右京ちゃんはわざわざ英語で言った、できれば周りの連中に聞かれたくなかったからでしょ、右京ちゃんの微妙な行動前兆はあったのよ、ジーマーで墓場で俺らを見つけた時、司ちゃんたち仲間に知らせずにたった一人で追ってきた、クッククよく見てんじゃねえかメンタリスト、ゲン VS 右京一生いっぱいってとこだなクロムに電池を差し入れたのは右京てめえかあはは、すごいな、さすがに早いね飲み込みが、あのままだとセンク君が死んでたからね、
勘違いしないでほしい。僕は別に君の味方じゃない。ああだろうな、最初ああだろうな、味方なら最初からクロムと捕まえねえよ。僕も探り探りなんだ。君たちがどういう人間なのか話を聞きたい。僕は見たんだ、君たちのとんでもない極秘ミッションを。服縫ってきます。ゆずりはかわいいな。聞こえた、あの服の中は石の破片だ、それも大量に。何に使う、そんなものを。裁縫で。ズババババババめっちゃ早く縫うんだよねこれね。んよし終わり。あんなに早いのかみんな思ってる。ゆずりはは一晩中服を縫ってるって。それがダミーなら残った時間で一体何を。今日のはいつにも増して地道ですな。大丈夫、慣れてるからそういうの。まさかあの石、石像の表面は風化しちまって細胞には戻らねえ。だから復活の時は薄い石の殻を破るわけだ。つまり司が粉々にした石像も、切断面が風化しちまう前に速攻を組み立てたきゃ、もしかしたら。信じがたいことだけど、僕の予想が正しければ。ゆずりはー、ゆずりはー、狂気だ。君たちはこの状況でまだなお世界全人類を救おうとしている。科学の力で。ここでかー、66にあげよう。いきまーす。待って、次あげれないかも。うわ待って、足りない。マジかいだー。ストーリーいきまーす。あーやった、いっぱいちょっともらっとこ、いっぱいもらっとこうぜ。めっちゃ勝利してるからめっちゃもらえるね。よし、じゃあいきまーす。わー、すんません、あの原始人、縄を溶かしやがって。どんな手使ったのか全然。あ、ありがとうございます。クロムのことはもういいよ、仕方ない。うん、ところで要はどうしたんだい。そう、それが。ウェーイ、終わった。クロム逃がすとか完全に終わったろ。俺これん、俺の最後の指示よく聞け。部下は上に絶対服従、その代わり全責任は上司だろ、つまり俺じゃん。クロム逃した全責任は俺になすりつけとけ。ヨウ君は、滝に落ちて死にましたつう嘘報告でな。とっとと逃げるぜ俺は、人生リセットだ。じゃあな。うん、目をつぶって。どうしたの司さん。石化した連中が司にぶち壊されても、立体パズルみたく噛み合わしときゃ全員救えるかもしれん、しんねえ。クックック、正解100億点だ右京。だったらどうする、司先生に言いつけっか。いや千空、僕は君たちに協力してもいいと思ってる。条件次第でね。はね、そりゃあ耳ごい数のおきょうちゃんが低下してくれるならジーマーでありがたいけど、条件ね。変わろっか、せんくんちゃん。駆け引きならメンタリストのお仕事かな。探り合いは時間の無駄だ、結論から言え。なんだ条件つうのは。うわー、それ交渉で一番やっちゃバイヤーなやつ。OK、 わかった。僕の条件はたった一つ、誰も死なないこと。クッククッ、いまいち腹読みきれねえな右京てめえはよ。単純に超絶お優しい理想家か、それとも理想家どころか僕は一番の卑怯者だよ。僕は獅子王司、うん、あ、君は獅子王司はじめまして。うん、君のことは記者だった彼女から聞いてるよ。
潜水艦でソナーマンしてた西園寺右京くん。あ、待って、みなみちゃんかわいい。ずば抜けた聴力と冷静な判断力が評判だったんだよね。右京、美しいストーンワールドを作り上げるためには君の力が必要なんだ。石像破壊。初めて司が石像を壊すのを見て僕はただ悲しかった。なぜ、どうしてって。それでも復活者の殺し合いだけは絶対に避けたかったんだ。そのためなら司の石像破壊も許容した。石像は現状ただのものだ。蘇らせないことは殺人じゃない。そんな吹けば飛ぶような理想武装でね、あり理論武装でね、救いがたいほど卑怯なのは分かっている。でも僕はただ目の前の誰にも死んでほしくないだけなんだ。あ、右京、こんな世界でそれが人としての最後の砦じゃないのか。ああ、あの最後の砦って言葉はね、あの自衛隊でよく使われてる言葉です。もう自衛隊が出動するときは、あのもう国はもうほぼ終わってると言っても過言ではないぐらい本当に最終手段なんですよね。だから右京は自衛官だったからこの最後の砦っていう言葉を使ってるんだなって、これはすごい、あの作者の方、稲垣理一郎さんのとてもその構成として深く右京が自衛隊だっていうことを含めてちゃんと考えてらっしゃるなっていうところで、すごく感動しました。めちゃめちゃ泣きましたし、うわーってなりましたね。すごい感動シーンで、右京が自衛官なんだなっていうのね、すごい思いました。犠牲者ゼロを約束してくれるなら君たちに協力する。だけどもし一人でも殺したらその時は、クックック、ん？問題ね、あわよくば無血解除を釣ってたじゃねえか、元からよ。理想から絶対に変わっただけだ。相当厳しいバトルだよそれ。ありがとう。わー、泣くん、英語だからさっぱりわからん。おかげで今一つ確信したことがある。氷河たちが君たちの村を攻めた時こう報告したんだ。手下たちは千空の、謀略で死んだ。違う、犯人は君じゃない、氷河だ。司と氷河は同じ最強でもまるで違う生き物だ。もうごめん漢字読めません。はできない。いつか必ず血が流れる。おお、ここでね、待って、大公母さん、なんだってのこぎり5つ、これか、3時間。うわー、これはちょっと一気にストーリー行きたかったけど厳しいですね。うわー、だってね、うわ、無理無理無理、そんな、マジですか、わかりました。はい、ということで今回ここまでですね。バトル行けるんだったら行きたいけど行けませんでした。はい、ということで今回ね、ストーリーちゃんと進めれてよかった、嬉しい本当に。あのちゃんとバッテリーを作ってたのでそれが功を奏しました。いつもね、いつもね、あ、素材足りないみたいな感じになっちゃって、ちょっと待って、ストーリー進めすぎたから、あ、すごいことになってる。ちょっと頑張ってこの後あの使いたいと思います。今回の戦利品は、わ、すごい、いっぱいもらえたよ。あ、応援校50個もらってる、すごい。はい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 、はい、すごい。ジェム めっちゃもらってない？ちょっと待って、今15,330ね、はい、
17,000、ちょっと待って、2100ちょっとぐらいもらいましたね、すごい。はい、ということで皆さんも、はい、こんな感じでストーリー進めて楽しんでいきましょう。最近始めた方もいらっしゃると思うので、こんなの見てみたいなとか、こういうことは分かりませんとかってありましたら、ぜひコメントください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは